よし、じゃあ続きをやっていくんですけど、この青霧の木アジト脱出編はですね、生放送でやったので、そちらのアーカイブの方を見てもらえればなと思います。で、今回やっていくのはコクリア襲撃ですね。力を求め青霧の木の一員となったカネキ、アヤトとナキと共にコクリアを襲撃する。結構ペースは早いね。で、お、これあれだね、3つあるね、パートが。メイン、眼帯。青霧の木の戦力拡大のため、コクリアを襲うカネキ。SS レートのグールである、シャチを解放するために行動を開始。これ、あれじゃないか。東京グルーファンにとってはたまらない、激アツな、あの、名シーンが見れるんじゃないか。やっていこう。ヤモリからの拷問によって強くなることを決意したカネキはヤモリを撃破し、崩壊する青霧の木のアジトから脱出することに成功する。目的を果たすため青霧の木に入ったカネキは、アヤトと共に青霧の木の戦力拡大のためにグールの護送車を襲撃する作戦に参加していた。あの、時々漢字読み間違えるんで。行くぞ。青霧の木に入った僕は、護送されているグールの捕獲作戦にやってきていた。これね、すごいところはフルボイスのところなんですよね。まあ、さっきの、あの、なんて言うんだろう、文は俺が読んだけど、これね、フルボイスなんですよ。どんな奴が出てくるかと思ったら、ただのバカかよ。俺をバカって言っていいのはな、ヤモリの兄貴だけなんだよ。捕獲作戦を成功させ、ナキを仲間に加えた僕たちは、次の目的地である、コクリアへ向かうことになった。黒城は出てこなかったね。コクリア。ああ、ここを叩けば、鳩どもの戦力を削ると同時に、青霧の木の戦力を大幅に拡大することができる。うまくいくの？何のために護送車を襲ったと思ってんだ。ナキを仲間にしたのはここを襲うためでもあんだよ。ぼーっとしてんじゃねえ、さっさと行くぞ。コクリアだからさ、やっぱり出てくるよね。ムカデはエトも出てくるよね。行くぜ。お、ナキもいるね、後ろに。操作するのはカネキ。体力が増ると戦闘不能になり、戦闘不能状態一定時間。そう、これね、倒れちゃうんだよね。自分で、蘇生をするか、仲間に蘇生をしてもらうんだけど、まあ、自分で蘇生するとね、あの、3機持ってるんだけど1機減っちゃうんだよね。だからなるべく仲間に蘇生してもらいたいけど、もう仲間もそれどころじゃないからさ、やっぱ自分で、蘇生しなきゃいけないところもあるんですよね。あ、これ十字キー右なんだ。これは知らなかったな。まあ、仲間を助けることも大事。自分が助けてもらうためには仲間が倒れてちゃダメだからね。細かく仲間の様子もチェックして、仲間を助けてあげることも大事ですね。さあ行きましょう。これね、ロックオン忘れがちなんです、僕は。ロックオン全然当たんねえって。アヤトがね、なかなかいい仕事をしてくれると俺は信じてるよ。さあ、ユニークアクションガンガン使っていくよ。カネキの覚醒のモーションはかっこいいからね。まあ、追憶だからそんなに。これなんだろう。あ、これ登るか。アイテムとかもちょくちょくこうやってなんか見にくいところに配置されてたりするんで、いいね、このコクリアの作り。射撃とかあるんだけど、俺もそんなちまちました戦い方はしない。速攻で詰める。速攻で詰めて、スキル、覚醒スキル打っていく。ドカーン。これが必殺技フィニッシュです。必殺技で敵を倒すとなんかね、もらえるんだよね、勲章みたいなのが。お、いいね、この並び。サムネにしようかな。で、こんな感じで CCG 職員を、コクリア職員か、倒しながら進んでいくとね、中ボスみたいなのが出てくると思うんですけど、こんな感じで、スイッチがあったり暗号があったり、扉を開けるね、ために。お、 CRC ガスだと。これなんかあれなのかな。
おお、なかなか威勢がいいやつが。まずいね。一応カグネは出せるね。 CRC ガスを止めないといけない。あ、やべえ、これあれだ、ユニークモーションが出せない。これ上にあるのかな。 CRC ガスを止めるのはこれか。もう普通にあなた横で止めてますけど僕を止めなくていいんですか。さあ CRC ガス止まったね。ドアも開いた。あ、 CRC ガスを止めたからあそこに行ってドアを開けないといけない。ああ、女性職員を倒すのが心が痛いが仕方あるまい。でジャンプしてるときに攻撃をするとそこでもユニークアクションが発生するんだね。これはちょ待って、すごい湧いてくるね。ここあれだね、リスキルだね。これここ乗り越えてこんな感じでよいしょーってできるんだよね。でね、マジで熱いのがアニメにはなかった原作の君は半殺しだ、あのセリフがねあるんですよね。まあこれもしかして無限脇かもしれないからちょっとやべえな、やっぱ倒さないとダメかまた CRC ガス。これ多分 CRC ガスを止めてここにあるでしょ、これを止めて、で止まってる時にナキとアヤトに任せて俺は開けよ、なんか僕が開けるわみたいな感じのことを金木さっき言ってたから、これきついね。グールは HP が徐々に回復してくれるんだけど、まあ別にそんなスピード速いわけではない。これがあれだね、このフロアの中ボス的なやつだね。で追撃ってやつが相手がひるんだ時に、あ、やばい、ナキは捕まってる。こんな感じでね、なんか美覚の雰囲気を使うやつは相手を掴むことができる。エリート捜査官男性、しかも特等っていう、今の特等なのかよ特等捜査官、あ、早く来い、こっちに来るんだ、こっちだよね、ん、行くぞ、なきあやと、こっち、後ろから捜査官が、あいつ、よいしょ、よいしょ、まあ射撃って言ってね、威嚇だけに、限らずですね、射撃も備わってる。なんか衝撃波みたいなの飛ばしてるけど、あの二人来ないな、俺が進まないと来ないな。いてて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 、でこのカーネキのユニークアクションっていうのかな、なんだけど三角に関してはね、ま、あの長押しをすると周りの敵を吹っ飛ばすようなチャージ攻撃ができるようになる。でこうやってエリアを進んでいくとランクが C から B に B から A に S にってこうだんだん上がっていくんだよね。まあ最後多分 S だと思うんだけど、アヤト速攻で降りていったけど、お前蜂の巣にされるぞ、食ってみろよ。でユニークアクション3の出し方がいまいちまだね理解できてない。 R2、L2 を同時押しとかいう指示はあったけど、なんかドゥフィみたいな雰囲気を使ってるね。あ、全然違ったわ腕の側部につけてた。どんどん下に降りていくのか。威嚇部隊がねなかなかちょっと厄介なんだよね。まあここら辺の敵はサクサク死にます。さあ進んでいくよ。なるほど、そういう、でもねこういうのはあの俺は避けれるんだけど、アヤトとナキがね当たっちゃうと思うんだよね。俺は避けれるんだけどね。いやお前ら当たお前ら当たらんのかいなんでそれ、え、 What? ちょっと待ってびっくりするからやめてくれ。かわいい CCG 職員ね、あのさっきキャラクリエイトで作ったんだけどね、めちゃくちゃ可愛くできちゃったんだよね。センスを感じましたね。声もね、そう、このコールトゥイグジストキャラクリエイトできるんですけども、ボイスのね、なんて言うんだろう、高さ、声の高さみたいなのもいじれてすごいいいんですよね。6パターンくらいのボイスがあるんですけど、それをね10段階で、高さを調整できてめちゃくちゃいい機能だなと思ったんですけど、おっと CRC ガスで弱体、そうだろ、どこで止めるんだ、いやーそれきついね。あー、どんどんゲージが減っていってる。これだね、これを止めて、でこのセンサーも下が消えないんだけど、下が消えないぞ、
こう、あ、こういうことか。なるほど。ちょっと頭を使うね。もしかしたら俺だけかもしれない閉じ込められた。おい、閉じ込められたのはお前らの方だぞ。どっちが閉じ込められたか教えてやろうか。いや、めっちゃいるじゃん全言撤回。ここリスキルポジなのではあ、やべえな、これ必殺技キル。もっと敵が溜まってる時にやれよかった。どっちが閉じ込められたか教えてあげてもいいんだけど。あー、あいつ中ボスチックだな。モブのボイスがモブ感すごい。いたぞー、こっちだーみたいな。でこの追撃っていうのをやると自動回復のあれが、自動回復力が戻るんだよね。その自動回復力が低下したっていう状態が俺は別にいまいち実感できてないんだけど、カメラ固定していかないと。追撃で、この追撃っていうのは敵がガードしてる時とかにユニークアクションを当てるとね、相手がひるむんだよね。バランスを崩すっていうのかな、敵の軸が崩れるんで、その時に追撃が出ますね。でこの追撃を細かくやっていくことが大事だね。俺は遠距離攻撃なんてしないよ。近づいて近づいてどんどんユニークアクションを使っていこう。グールはこのユニークアクションを使うとね、ゲージが減るんですけど、すぐ回復してくれるね。ガンガン使っていこう。でこういう道中にアイテムいっぱいあるから、ちゃんと回復アイテム取っていかないと。まあ追憶ってそこまで難易度は高くないからね。キャンペーンがね、なかなかね難しかったんですよね。お、閉まってるね。開けとけのやつじゃないの。よし、かく乱する方法を探す。このかく乱の核をひらがなにしてくれてるとこはちょっと優しさを感じるね。シャチを解放すればいいんだね。オッケー。油断はできない。多分ここは射撃モードで進んでいけってことなんだろうけど、俺はそんなね、あれだよ、常識には縛られない。遠距離の敵は詰めればいいんだよ。半殺しだ。あ、ここ乗り越えられないね。ここ開く？開かないね。ってことは右回りか。あ、違う、階段があるわ。階段を下って、ジャンプがないのがね、このゲームの特徴ですね。ステップはあるんで、ステップでガンガンかわして、敵の攻撃をね、かわさないと、本当に、めちゃくちゃ削ってくる敵に関してはもう本当にね、お、こいつすごいね。ライオットシールドでめちゃくちゃ防いでくる。で、この青い弾を取ると、しばらくね、ユニークスキルが、打ち放題になります。ガンガンいくよ。ここは、覚醒技使って、必殺技フィニッシュを決めていく。ここでまたあれだね。スキル無限のやつがあるね。あ、迷っちゃう。迷っちゃう、迷っちゃう。あー、すごい出てくるね。あー、いっぱい出てきた。いっぱい出たよ。あ、やばい。中央にめちゃくちゃ集まる。うわー、すごい量だ。なんだこいつら。食ってみろよ。で、この射撃部隊を速攻で倒していかないと、いつの間にかね、削られてるってことがすげえあるんで、もうガン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 ユニークスキルを使っていって、いいね。ステップ、ステップ、ステップ。まあ、いろんなね、扉を開ける、あ、当たんないわ。扉を開けるギミックとか、すごいいっぱいあるんですけど、なかなかね、時間以内にこの扉を通過せよみたいなやつがあるんですけど、結構シビアですよ。その間も敵がこうやって攻撃してきたりするんで、出たな、中ボス野郎。よいしょー、いってー、やばいやばい、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。ちょっと自動回復しよう。あんだけ敵いるときついし、何がきついって、威嚇がきついね。よいしょ、こんな感じでうまくスキルを利用して、いた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 、戦っていこう。黙って聞けよ。アヤトとナキとね、今は別コード。いってー。アヤトとナキと別コードな、うわ。やばい。倒れちゃう。俺が。別コードになっちゃってるんで、蘇生してくれる人はいません。やっぱ、威嚇がね、厄介だね。
OK。半殺しだ。で、自動回復力が元戻る。すげえ回復するね、やっぱり。追撃は大事。ポイントはやはり追撃か。敵の懐を潜り込んで一気に吹っ飛ばす。食ってみろよ。悪く思わないでくださいね。待て。落ちちゃったよ。びっくりした。捜査官と一緒にコクリアの奈落に落ちていってしまった。ちょっと追撃したいね、敵を。びっくりした今の。俺ほんとゲームオーバーになっちゃったのかと思ったよ。で、この辺の敵は一掃してるから多分大丈夫なはずだけど。よいしょ。どこまで進んだかな。この先か。2つ道があるね。こっから先は、うわー、これさっきここに落ちたんだな。なんか下の扉閉じちゃってるから、このままあれか、どっかにカードキーっていうか操作盤みたいなやつがあって、それを押したりするのかな。静かすぎる。ナキとアヤトは何やってんだろう。あ、いるね。さっき倒し損ねたやつか。こいつらのシールドを剥がさないとダメなんだ。OK。追撃はできる？できるね。OK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 。ここ危ないね。外ガードレールがないな。さあ、そろそろ終盤ですね。全然終盤じゃなかったわ。そろそろシャチポジションかと思ったけど。え、待って。よし。お、赤外線センサーが向こうか、うん、ってことはこっちに何かあるんだな。なんかいっぱいルートがあるけど、こっちではないか。待て。俺はちゃんとこの部屋も確認しておきたい。どういうことだ。まあ向こうにここにあったから、これを開けるとどっかが開くんだろう。どこだ。停電のせいで動かない。シャチが使用されそうに浮かんで、このエレベーターを使う必要があるらしい。うん、予備電源に行けるから待ってみよう。待つということは敵が出てくる。来るね。ああ、なるほど。この迫り来る敵から。大丈夫、来いよ。黙って、あー、来たね。このスキルが打ち放題のやつ、早く取りたいけどなかなか難しい。 OKOKOK。 これ集めたいね。集めて一気に必殺技で倒す。グールだ、ドン。 OK。 そんなにだったわ。半殺しだ、おらー。いいね、やっぱりこの三角長押しのこれこれ、自分の体を、おーおーおお、すごい。今のどうやったんだろう。開いて閉じて開いてみたいな、結んで、ただ三角をタイミング押すだけだから。こう、あとこれ2分耐えない。いってー。どっかに追撃できるやついないのかな。黙って聞けよ。どっかに遊郭部隊。お、お前何やってる。やばい、 CRC ガスだ。あ、やばそうなやつ来たね。 CRC ガスはどこだ。どこで CRC ガスを作ったんだい君は。これか。こんにちは、こんにちは、かわいい子ちゃん。かわいいんだよ。一発で死ぬか。ちょっとおら、お、いいね。追撃できる、追撃していこう。追撃、おら、ロックを使わないから画面から外れるんだよ。ただロックしてるとね、走れなくなっちゃうんでね。やっぱりそいつを常にカメラ内に捉えようとすると、黙って来い。強い。やっぱりこのカグネをこう結んで開いてみたい。これが強すぎる。かなり使い勝手がいい。 OK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 。ほい。敵が出てくるとこに関してはこの三角のユニークアクションでいいな。追撃してごめんね。CRC ガスはどっから出てるんだっけ。あれ、こっちか。今無限のやつ取ってるからいいけど、どっから出てんだろう CRC ガス。
まずいまずいまずい。カグネが使え、これか。危ないよ。あの爆発するやつがよくわかんないんだよね。おい待て、いってやってくれんじゃねえか。ほいほいほい、よいしょ。ちょっと待って、それ壁はめじゃねえ。はい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 、よいしょ。オッケーオッケーオッケー、やばい。ちゃんと敵の攻撃もかわして、ステップでかわしていく。さて、あー追撃できる、させてもらおうか。よいしょ、いいね。さあこれ耐え切ったんじゃないか。え、まだいる。オッケーオッケー、なんかワンパンで死んだんだけど。オッケー、さあエレベーター乗ってシャチのいる独房まで進んでいこうか。どこだっけな、エレベーターは？ここか。よし。シュールだな。そんなエレベーターの中で身構えなくてよくないか？少しシュールです。おっと、これまた CRC ガスが？何この不穏な BGM は。ん？誰もいない。静かだ。回復薬ある。敵に攻撃された時に、まあ、HP ゲージは減るんだけど、赤ゲージが残るじゃん。まあ、よくあるシステムだよね。その赤ゲージの分は回復するんだけどね。多分その回復速度が遅くなっちゃうんで、だから追撃をして、来た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 。シャチさんですね。あなたを解放しに来ました。かっこいい金系。わっぱ。お、めっちゃ似てない。わっぱ。これあれだっけ、ルート A だとこの場面グラッシースカイだっけ。グラッシースカイアバーブ。さあ戦っていくよ。ちょっとあれだね、あいつカグネ出してないの、なんかちょっと生きてんな。ちょっと遠距離戦ってみようか。これね、遠距離攻撃をするとね、タゲが外れちゃうんだよね。それが結構厄介。よいしょ、いていて。おい待って、こいつ昼間やんけ、クソ強い。あ、出たね。よいしょ。あーやばい、これひるまないこいつ。人間の動きじゃない。人間の動きじゃない。そうか。まだ人間。いやー、超勝士。まあルート A も別に嫌いじゃないですよ。話してる。ドカーン。マジ？いて出てて。あいつひるまないの強いな。あ、ひるんだ。押し通す。俺が多分かわしてないのがまあ悪いんだと思う。敵が攻撃かわして打ち込んで、かわしてかわしてかわして打ち込む。ここだ。そうだそうだ。こういう戦い方をしろ。ちゃんと頭を使った戦い。よいしょ、ノーシュプレーはやめとけ。半殺しだ。やばい、詰められる。おっと、なんか演出入るね。お、これブスブスって刺すとこだね。んかいのとこじゃない。あ、チョコザイナーだっけ。あ、来た。おとなしく。せお。おい、来たぜ。この世のすべての不利益は。当人の。能力不足だから。
が弱いと、みんな殺されちゃう。だから。おい、来たぜ。ムカデだ。え？ああ、そうか。シャチはエドに連れられ、先生より、そうだよね。なんか、でもそのシーンってあったっけ？自分が弱かったために大切な人たちが殺されてしまった。カネキはみんなを守る強さを手に入れるため、青霧の木に入った。しかし、青霧の木としての戦いで得た力は、シャチには通用しなかった。完膚なきまで打ちのめされたカネキの体に変化が現れる。シャチはエトに連れられ先生の離脱。我を失ったカネキの目に、アヤトと対する篠原が映る。まあ、連れ去られるっていうシーンはなかったのかな。目の前にエトが降りてきたけど。かっこいい。これは早い。しかもなんてカグネだ。このグール完全ではないが、まさか核じゃ。いいね。こう敵に攻撃を当てたり、攻撃を受けることで覚醒ゲージをため、覚醒状態になることが可能です。はい、覚醒ゲージを一本ゲージ、そうそうそう、これなんだよ。さっき覚醒必殺技打ってたんだけど、あれが覚醒ゲージが溜まったら打てる。まあなかなかね、溜まりにくいんだけど、 2ゲージ分まで溜めると R3 一定時間攻撃防御、攻撃制限で覚醒状態と当てたり。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。俺2ゲージ分も貯めたことなかったわ。ちょっとやってみたいな。覚醒ゲージマックスだって。かっこいい。やばいやばい、見てこのムカデのカグネの動き、見てくれ、これぞロマン。これが見たかったんだ、 PSO で。すごいね、いいね、このカグネの動き。うわー、すごい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 。危ない。うわー、すごいいいね。さあちょっと攻撃してみようか。おいおいおい、やばい、なに、やばい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 、押さえ込まれた。特等なめんな。やばい、外しちゃった、外しちゃった。やばい、また捕まっちゃった。あいつの篠原のさ、鬼山田の突進でさ、結構ホーミングがあるんだよね。とりあえずユニークスキルはガンガン使っていこう。全部僕のせい、みんな殺されちゃう。いやー、やるね。これで終わりだ。よし、積まなきゃ積まなきゃ。来た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 、名シーンだよ。ガンタイ！篠原さんに何をした？これ新ボイスだね。篠原さんに何をした。お、いいね、ムカデのまま戦える。カグネの数は、お、アヤト倒れてるんだけど。アヤトってさ、ムカデのカグネに薙ぎ払われて、端っこの方にね、追いやられると思うんだよ、確か記憶では。おら、ユニークスキルをガンガン使っていく。あいつめちゃくちゃカードしてくるけど、いやー、なかなかきついぞ。ほいほい、よいしょ、スキルを、あ、やばい、スキルゲージがない。あ、これあれだ、そうだそうだ、 CRC ガスだ。これ CRC ガスだよね。そんなの関係ないのかな。ほら、追撃。お前は泣いていた。やばい、あ、アイテム回復薬は落ちてるね。くそ、アマもひるまない。ちょっと待って、これやっぱターゲットついてるやりにくいな。自分でカメラをこうやって操作して、おお、いいね、このカグネの感じで。カメラを外してると走れるんだよね、こんな感じで。今だ、いいね、当たってる。やばい、かわせかわせ、危ないよ。
よしよしよし、詰めろ詰めろ詰めろ、かわせ、オッケー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 、今だ、よいしょ、追撃をしていく。オッケー、極大クイーン下降、アイテムがなんかドロップしたね。いいんだろ、ただのグールでいいんだろ。逃げてください。僕はあなたのことを殺してしまいます。だから逃げてくれ、お願いします。僕を人殺しにしないでくれ。いいんだろ。食べたくない。袋来た。おー、いやー、ムカデカネキかっこよかったね。かっこよかったよ、ムカデカネキまして。やっぱカグネの動きがさ、あんだけうねうね動いてくる、もう本当にそれが見れただけでも俺はもうすげえ満足なんだが。お、いいね、聖者解放された。というわけで今回はメイン、眼帯ですね。このパートは、コクリア襲撃のパートはですね、3つに分けられているんで、次、のパートまた上げたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。